日本の鉄道駅は日本における鉄道の駅について記述する。日本では駅員が配置されている鉄道駅については乗車券等や入場券を持たないと乗降場に立ち入ることができないようになっているのが一般的である。駅員が乗車券を検査、回収する出入り口を改札口と呼ぶ。現在では都市部を中心に。 乗車券の自動販売機や自動改札機が多く用いられている。また、かつての日本国有鉄道には仮上工場という施設が存在し旅客の乗降を扱っていたが、こちらは正規の鉄道駅ではなく地方管理局の権限で設けられた乗降のための施設で主に北海道内に設置されていた。仮上工場は1987年の 国鉄分割民営化までに所属する路線そのものの廃止や正式な駅への格上げによって姿を消した。日本における扱う価格や運営形態、構造などは概ね以下のように分類される。以下は基本的に旧日本国有鉄道の定期に準拠する。一般駅旅客と貨物の双方を扱う機能を有しているものを指す。営業内容に 荷物の取り扱いが含まれることもあるが、国鉄では荷物列車と共に1986年11月1日の白紙台や改正をもって廃止されており、JR 各社にも引き継がれてはいない。明治時代の鉄道開業当初の主要駅は旅客も貨物も扱う一般駅として開業したところが多いが、その後明治中期以降の貨物の取り扱い数の増加によって、 大都市ターミナル駅では、貨物駅を分離させたケースが散見される。一方、路線中間にある駅では、1970年代以降の貨物輸送の低迷による合理化で、1984年に貨物列車の運行形態が、車扱い貨物からコンテナ列車主体に転換されて、貨物取扱い駅が整理され、一般駅は大幅に減少した。 現状残っている一般駅は、ほとんどがコンテナの取扱拠点を併設していたり、石油類の発着拠点に接続する駅である。なお、品川駅や名古屋駅などのように、貨物設備がなく一見すると、旅客駅のようなものや、仙台貨物ターミナル駅や、東京貨物ターミナル駅などのように、旅客設備がなく、貨物駅のように見える一般駅も存在する。 主な一般駅旅客駅旅客が乗降するための駅。一般的に駅というと旅客を扱う旅客駅あるいは一般駅を指す貨物駅貨物を積み下ろしするための駅。俗に言う貨物基地。貨物列車のみが停車し一般客は乗降できない。列車の蘇生を行う操車場もこの貨物駅の一種に当たる。拠点となる貨物駅には 貨物ターミナル駅のような名称が付けられているものも多い。また鉄道輸送の速達化によって E&S 方式という新技術も導入されているものや貨物列車の発着がないオフレールステーションとなっているものもある。主な貨物駅、友人駅駅員が配置されている鉄道駅のこと。運営形態によりさらに各機の3つに分類することができる。 直営駅鉄道会社の正規社員が駅業務を行う駅のこと。駅の要因規模にもよるが、駅長、副駅長、助役、一般社員すべてが配置されている駅、駅長一般駅員のみの配置の駅も存在する。また、委託駅や無人駅などを管理している駅も多く存在する。業務委託駅鉄道会社の関連会社等に、 運転取扱いを除くすべての業務を委託されている駅。利用者にとって直営駅と大差はない。業務委託駅の駅員は鉄道会社の制服を着用している場合と委託先の制服を着用している場合がある。なお、JR 以外にも駅業務を関連会社に委託している鉄道会社が増えてきている。簡易委託駅一般的に委託駅というとこの 形式を示すことが多い。業務委託駅と区別するため、管託、管理と通称されることもある。乗車券類の発売が、鉄道会社から市町村、農協、駅前商店、個人などに委託された駅を言う。基本的に、管理委託駅の駅員は、乗車券類の発売など、窓口の出発業務だけを行う。このため、 収札及び改札などの業務は、その駅に停車する列車の乗務員が行う。携帯的には、駅舎内で乗車券類を発売する駅と、受託者の自宅や商店などで発売する駅がある。駅舎内で委託している場合でも、委託駅員が直接客扱いを行うことはなく、窓口で発売される乗車券類も原則として、 近距離乗車券や回数券等に限られるなど制約がある。ただし、JR 北海道、JR 東日本、JR 西日本、JR 九州間内においては、子会社や市町村などの公益団体、一般企業への委託を中心とした一部の簡易委託駅で委託駅員が集会札や生産を行っているケースも見られるので、一概には言えなくなっている。また、 市町村、企業委託などの場合は、全国の乗車券を販売できる契約を結ぶ例も、ある。簡易委託駅の委託駅員は市販の事務服などの、私服や委託企業の制服で勤務しているケースが多い。受託者側に発売所を置いている場合は、駅舎があっても、駅業務には使用されず、外見上には、無人駅と変わりがない。また、国鉄時代に簡易委託化される場合は官報、 または国鉄により工事されていた。工事は単に無人駅化であるが、この意味は国鉄職員を配置しないことであり、委託者についてはこの限りではない。なお、営業時間が24時間でない駅もあるため、高山本線や大田線のように夜間にワンマン列車を運転する路線については、回収ボックスに入れる形式となっている。蒸気路線の他にも、 JR 東海管内の東海道本線、中央本線以外の路線では、閉鎖時間は、車掌が、中札を行っている。管理委託駅の売上金は、決められた日に管理駅へ納入することになっている。JR 東日本のポス端末設置駅では、ポス端末レンタル料として受託者が月々決まった、額を払わなければならない。そのため、市町村委託の駅では、 コス端末が普及しているものの、個人委託の駅では、常備券が今もなお主流である。切符販売委託料は各会社ごとに決められており、JR 東日本の場合は1枚につき、額面金額の5%となっている。JR 西日本では、常備券の束が1冊11枚綴りになっており、10枚分の値段で管理駅から購入する。11枚売り上げのうち、 一枚分が受託者の収入となる。なお、市町村、農業共同組合等の委託の場合は、JR 東日本と同様にポス端末が設置されたりするが、この場合でも自動改札が普及する以前は、需要の多い区間について常備券を併用する例があった。また、市町村委託で JR 東海と同様に JR 西日本交通サービス等の JR 西日本の関連会社や地元の旅行会社、タクシー会社に再委託する場合は、マルスタンマが設置される場合もある。また、市町村や NPO 法人などへの委託の場合、券売機や IC カードチャージ機の設置で、切符販売を取りやめても、券売機やチャージ機の売上から受託者が、販売手数料を受け取る形で簡易委託扱いを継続している例がある。 無人駅駅員が常駐していない駅のこと、駅員無配置駅とも呼ばれる、管理駅運営会社より、所定の独自裁量権限を与えられている駅、駅長が最高権限を持つ、管理下にある駅に社員をラッシュ時のみ派遣するといった人事権の一部も認められていることが多い。また、近隣の業務委託駅、管理委託駅の指導や、非管理駅、 無人駅の整備なども行う。なお、JR 九州では、業務体制見直しに伴い、無人駅整備に限れば、一部地域で直営駅ではなく、鉄道事業部公務センター担当となっている。乗降客の多い駅が管理駅と思われがちだが、実際の分布を見ると乗降人口よりも、鉄道施設の充実度が重視されている傾向にある。例えば、群馬県の五貫駅は、 水上町の中心部にあり、当地区の管理駅である、水上駅の場合以上の乗降客があるが、水上駅参加となっている。また、配置人員が少ない管理駅では、近隣の管理駅からの除菌が頻繁に行われている。地区駅 JR 東日本の場合、管理駅を地区ごとにまとめ、その中で重要な駅を地区駅とし、その地区駅の駅長は、地区駅長を兼務する。 例えば JR 東日本仙台支社古川地区の地区駅長は古川駅長が兼務し石巻駅、小田駅、栗駒、高原駅を統括している。各地区ごとに地区指導センター、地区センター、サポートセンター等の広報支援業務を中心に行う部署を設置している支社もある。JR 東日本新潟支社のように周辺駅管理業務を地区駅に集約し、 地区駅以外の直営駅は自駅単独管理となっているケースもある。例えば、坂田地区は坂田駅と鶴岡駅が直営駅としてあるが、鶴岡駅は自駅のみ管理し、その他の無人駅、簡易委託駅、業務委託駅の管理はすべて地区駅である。坂田駅が管理駅として行っている。なお、会社ごとで用語。 体制が異なるためか、JR 西日本の場合は、JR 東日本での地区駅に相当する駅を管理駅とし、その参加にある拠点駅を地区駅として、駅長を配置して管理業務を分担している。非管理駅管理駅より限定された最量権限を与えられている駅。直営駅では、助役が最高権限を持ち、駅長の肩書きを与えられている場合もある。 しかしその裁量範囲は管理駅に委ねられており、重要な決裁は管理駅の駅長が行う場合が多い。委託駅、無人駅では管理駅長がそのまま兼任したり、管理駅の中で担当助役が任命されているようである。なお、管理駅から駅員が派遣されている直営駅のことを派遣駅という。派遣駅は基本的には前述の通りだが、実際には、 派遣駅在勤の駅員が配置されていることもある。この場合、所属は管理駅だが、配置箇所は派遣駅となっている。なお、派遣駅在勤の駅員は、配置人員が少ないため、日常的に管理駅からの除菌が行われている。常設駅設置された後、原則として通年営業を行う駅。臨時駅特定の時期にのみ営業をする駅。 あるいはイベントなどで一時的に設置されて営業を行う駅。臨時駅も参照。九州駅駅自体は存在するが何らかの理由で列車が止まらない駅。九州駅も参照。JR の鉄道駅はそれぞれに対し一つ所属線が定められている。複数の路線が集まる駅でも同様で、所属線以外の路線が乗り入れる形になっている。 基本的に駅の設置と同時に開業した路線が所属線となるため、隣の駅でも所属線が異なる場合がある。例また、元々の所属線が他事業者へ転換となった場合、その駅の所属線は残存した接続路線に変更される。これは特に整備新幹線の並行在来線が経営分離されることで発生することが多い。例駅は、 単に列車を乗降させるという役割にとどまらない。駅ビルを併設したり、ホーム等に売店、食堂などの店舗を設置したりすることは古くから行われてきた。駅構内にコンビニエンスストアや複数の飲食店、書店、衣料品店などのいわゆる駅中と称したショッピングゾーンが設置されることがある。これらに加え、コンサートや 展示会等のイベントが行われたりするなど、鉄道利用者の生活支援や、文化活動などもいろいろと行われている。また、2000年に制定された高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した、移動の円滑化の促進に関する法律により、高齢者や障害者に使いやすい環境を整える、ことが求められている。これにより、エスカレーターやエレベーター、障害者や、 オストメートに対応したトイレの設置が広まり、障害のある人にもより使いやすいようになりつつある。国土交通省により2010年までに乗降客5000人以上の駅で段差が5メートル以上ある場合、エレベーターエスカレーターにより段差を解消することなど移動円滑化を図ることを目標にしている。さらに一部の路線の駅では線路への転落事故を防止するためのホームドアの設置が 行われており、安全にも配慮がなされている。かつては小さな駅でも貨物や運転を取り扱うために駅員がおり、小さい駅でも一定以上の規模の駅舎が必要だった。しかし最近は人件費の節約や維持に費用のかからないものを優先するような経営姿勢により乗降客が非常に少ない場合は、地方を中心に無人駅化される例が多く見られるようになった。 かつての駅舎が撤去され、待合室のみ、出札小屋のみ、あるいは建物が何もない駅なども出てきた。一方、都心部では駅に人が集まることを利用した駅ビルや自由通路を兼ねる、共上駅舎などが増えている。駅の利用人員は通常、改札を通過した人員数で表され、乗車のみを集計した乗車人員、または校舎も合算した乗降人員が用いられる。 日本においては、JR では全車、その他の事業者では、後舎が主に用いられている。この数字には直通運転により、事業者をまたがる場合も集計される。一方、同一事業者間での乗り継ぎは考慮されないなど、感覚的な駅の利用者数とは、必ずしも一致しない。建築基準法には、駅舎の用語はないが、同法2条でこの法律が適用される。 建築物から除外されるものとして、鉄道及び、軌道の線路敷地内の運転保安に関する、施設並びに、古典橋、プラットフォームの上や、貯蔵層その他これらに類する施設が挙げられている。したがって、プラットフォームに接する出荷改札施設、駅事務室などは、同法の適用を受けないとされる。京城駅や地下駅の階段や、通路も同様である。ただし、 駅施設と一体になった、いわゆる駅ビルの商業施設、一般居室並びに避難設備は構造を含め、建築基準法の適用を受ける。詳細の運用は、特定行政庁により異なる。また、同法40条の規定により、地方自治体が条例で規制を付加することができるので、安全やユニバーサルデザインの観点からこれを定めるところがある。また、 都心部における土地の有効利用の観点から鉄道を含めた高架工作物の敷地内では建築基準法の道路車線、日陰規制など集団規定の一部の適用が除外されることとなっている。などかつては簡易委託も行っていたが2011年10月をもって終了公務センター社員が補選、信号等の作業と合わせ無人駅管理を行う。 省力化施策である。鉄道ジャーナル連載日本縦断各駅停車での JR 西日本各駅の記事。ありがとうございます。